セクシーゾーンの菊池風磨が、2023年7月期ドラマ、ウソ婚、カンテレ、フジテレビ系、毎週火曜、午後11時、に主演、長濱ねるがヒロインを務めることも決定し、二人と原作者、時なきうい、岡光弘子プロデューサーからコメントが到着した。原作は、電子雑誌、アネフレンド、にて連載開始中の、時なきういによる同名漫画、連載開始後すぐに人気を博し、主要電子書店にて続々と1位を獲得。現在12巻まで発売されている単行本は、電子版と紙版を合わせて累計450万部を突破し、ドラマ化が待ち望まれていた。女性にモテまくるド S の設計事務所社長の主人公、夏目匠と、お人よしがゆえに家と職を同時に失った派遣社員、仙道八重。幼馴染の二人が大人になって再会し、ひょんなことからお互いの利害が一致して嘘の結婚生活がスタート。匠がある理由で、既婚者の肩書きを手に入れるために始まった、半年間という期限付きの、嘘婚だったのだが、実は匠にとって八重は初恋の相手、匠のことをただの幼馴染としか思っていない八重を振り向かせるため、そして本当の愛を叶えるため、不器用ながらひたむきに奮闘する、嘘から始まったドキドキの新婚生活、嘘妻が本物の妻になる日が来るのか。